ープインパクトは本当に軽いのかに対するみんなの反応。軽い軽いと言われまくっているので実際に走ったメンバーと比べてディープの馬体重がどうだったか気になったので、レースごとに並べてみました。まずは2歳新馬戦オスにパルテアンショット496、オスにヒカル Z494、オスに混合力士王488、オスにランドフラッグ474、メスにタイペルラ466、オスにディープインパクト452、オスにテイエム怪物444、オスに秋の制覇438、セミコンバットマニア432。ここは軽い方だけどディープが特別軽いというわけでもないライン。ちなみにこのレースが現役で一番重いレースでした。この後どんどん減っていく。お次は3歳若駒ステークス、オス3 K.I. ヘネシー514、オス3インプレッション504、オス3 T.M. ヒットベ492、オス3アドマイヤコング462、オス3ディープインパクト450、メス3タマヒカル436、オス3ツルマルフェロー426。ディープは前走からマイナス2毛500とかある子もいるけど、これは重い方なのか？良い感じに育ってる？教えて詳しい人。続いて弥生賞、オス3ブレイブハート512、オス3レッドバトラー500、オス3エイシンサリバン486、オス3アドマイヤジャパン480、オス3西のどこまでも474、オス3ニューヨークカフェ452、オス3マキカネオーラ452、オス3マイネルレコルト450、オス3ダイワキングコン448、オス3ディープインパクト446。ディープは前走からマイナス4、一番軽いけどすごく軽くもない感じ。ここでアドマイヤジャパンくん登場。ちなみに2着。続いて皐月賞、オス3アドマイヤ富士520、オス3ペールグント500、オス3ダンスインザモア498、オス3バーミリアン490、オス3トップガンジョー486、オス3混合力士王486、オス3スキップジャック484、オス3アドマイヤジャパン482、オス3エイシンサリバン476、オス3ストラスアイラ470、オス3パリブレスト470、オス3ビッグプラネット464、オス3ローゼンクロイツ462、オス3マイネルレコルト460、オス3タガノデンジャラス450、オス3シックスセンス448、オス3ダイワキングコン444、オス3ディープインパクト444。アドフジもアドジェも父親が小柄な割には大きいな。母方の血かしら。そんでもってダービー、オス3アドマイヤ富士510、オス3ブレイブハート506、オス3ダンスインザモア496、オス3ペールグント496、オス3混合力士王494、オス3アドマイヤジャパン480、オス3シルクネクサス480、オス3ダンツキッチョウ476、オス3エイシンニーザン474、オス3シャドウゲート474、オス3インティライミ470、オス3コスモオースティン470、オス3西のどこまでも466、オス3ローゼンクロイツ462、オス3シックスセンス460、オス3マイネルレコルト452、オス3ディープインパクト448、オス3シルクプルーパー440。ディープは前走からプラス4多少増えた。それでもすでにだいぶ軽いですねの方だと思うが、シルクプルーパーどんな子だと思って調べたらアドマイヤベガの子だった。サツキのバーは重賞勝ち馬で普通に有力候補だしな。次は神戸新聞杯、オス3当選ディライト514、オス3マキカネキララ506、オス3バーミリアン504、オス3テイエムヒットベ504、オス3ストーミーカフェ482、オス3エイシンニーザン482、オス3ローゼンクロイツ474、オス3アドマイヤジャパン474、オス3シルクタイガー460、オス3シックスセンス450、オス3ディープインパクト448、オス3当選マエストロ448、オス3東海トリック428、バーミリアンやアドマイヤジャパンくんとも一緒のレース。ディープは前走と変わらず、ここは東海トリックが軽すぎてびっくり。続いて菊花賞、オス3アドマイヤ富士522、オス3レッドバトラー502、オス3コンラッド496、オス3シャドウゲート482、オス3ピサノパテック480、オス3クサイチアウステル476、オス3アドマイヤジャパン474、オス3エイシンサリバン474、オス3ローゼンクロイツ472、オス3ミツワスカイハイ472、オス3マルブツライト470、オス3マルカジーク468、オス3ヤマトスプリンター458、オス3シックスセンス456、オス3 DS ハリアー456、オス3ディープインパクト444。だんだんと近い馬体重の子が減ってまいりました。ディープは前走からマイナス4。ヤマトスプリンターくん、スプリンターってついてるけど菊花賞カート調べたらマヤのトップガンの子だった。そして有馬2005、オス7コイントス550、オス4デルタブルース530、オス5ゼンノロブロイ520、オス8タップダンスシティ512、メス5ヘブンリーロマンス508、オス4コスモバルク506、オス4オペラシティ504、オス4ハーツクライ498、オス4スズカマンボ498、オス7サンライズペガサス492、オス5グラスボンバー492、オス5リンカーン474、オス7ビッグゴールド474、メス5オスミハルカ474、オス6マイソウルサウンド474、オス3ディープインパクト440。D
ディープは前走からマイナス4なんかもう急にコバのお兄さん、お姉さんたちに突き放された感じが、ラニママおるやん。ディープインパクトって現役中放牧一度もないのとどんどん体重が減ってくのに陣営の緊張が現れてる気がする。次、4歳になりました阪神大商店オスゴデルタブルース526オス6チャクラ480。オス7ブリッドレイン480オス4インテライミ476オス6ハイフレンドトライ472オス7ファスト立山470オス6アイポッパー460オス4ディープインパクト442オス4東海トリック430ディープは前走からプラス2東海トリック相変わらず軽い。あと有馬でも思ったけどデルタブルースが想像以上に馬体重あった。2番目に重い菊花賞馬だからな。1位530北さん、2位526デルタブルース、3位512福来たる。4世代はメジャーがでかいってイメージが強かったんだけど言われてみればそうだったデルタブルース。次、天皇賞春オスゴブルートルネード528オスゴデルタブルース518オス6マッキーマックス488オス7シルクフェイマス484オス5アドマイアモナーク484オス6チャクラ482オス6リンカーン480オス6ハイフレンドトライ480オス7成田センチュリー476オス7ファスト立山468オス8ビップゴールド464オス4ローゼンクロイツ456オス6アイポッパー454オス5ストラタジェム446オス4ディープインパクト438オス4東海トリック432オス5東海カムカム422ディープは前走からマイナス4また減るんだ。そしてやっぱり軽い東海トリックと東海カムカムどんな子だと思ったら帝王の息子さんでしたか。最近読んだサラブレッドに心はあるかってタイトルの本に、ディープインパクトの菊花賞を高速度カメラで撮影して、その結果を分析した話が載ってた。それによると、その日の菊花賞出走馬の中で最も馬体重が軽く小柄な馬だったにも、かかわらず、最もストライドが長かったらしい。ディープインパクトのストライドが 2.16 メートルなのに対し、他の出走馬の平均が 1.95 メートル。ディープインパクトって数字の上でも飛んでたんだな。じわじわ減ってくの怖いな。お次は宝塚記念オスゴ大和メジャー532オスゴコスモバルク494オスゴハットトリック492オス7シルクフェイマス490オス6リンカーン478オス6チャクラ478オス7成田センチュリー476オス7ファスト立山472オス7バランスオブゲーム468オス5カンパニー464オス6アイポッパー448オス4ディープインパクト442オス5東海カムカム430ディープは前走からプラス4。やっぱ馬体重あるんだな。大和メジャー東海カムカムも馬体重増やしてますね。でも全然軽いけど。ダメじゃでっか？外専門賞はデータがありませんでした。次、ジャパンカップオス3名称サムソン514オス5コスモバルク510メス3フサイチパンドラ502オス5ハーツクライ500オス5スウィフトカレント482オス9雪の3ロイヤル474オス3ドリームパスポート466メス5イジャボード466オス3当選者なお446オス4ディープインパクト436メス4フリードニア424ついに後輩も一緒だぞと思ったらサムソンが一番馬体重あるのかよ。ディープは寝とけだと増減なしの表記になってるけど何と比較してなんだ？フサイチパンドラちゃんが馬体重しっかりあってびっくり。外専門行ったから前走馬体重不明なのでは。なるほど。あ、ここが現役最軽量のレースでした。3歳サムソンと4歳ディープでデブ1人分の差がある。最後です。有馬2006オス6ウィンジェネラーレ556オス5大和メジャー532オス4アドマイヤ富士528オス5デルタブルース520オス3名称サムソン518オス5コスモバルク512オス5東証ナイト496オス3アドマイヤメイン496オス5ポップロック494オス3ドリームパスポート478オス5スウィフトカレント478メスゴスイープ東証456オス3当選者なお442オス4ディープインパクト438今更ですけど普通に一番軽かったスイープよりも軽かったんだな。メジャーやデルタブルースにたくましさを覚える。前走からプラス2だけど、それで順位が変わるとかでもなく。ディープの体重がなぜかちょっとずつ減ってるなど現象を馬娘に落とし込んだらプロフランで体重ちょっとずつ減ってるとか、体重無駄を削ぎ落としつつあるみたいな表記になってたりすんのかな。これ圧倒的に勝ってるからいいけど波の馬がこの馬体重推移だったらめちゃくちゃ心配だな。というわけで以上がディープの国内レースの全体重でした。ちなみに平均体重444キロ小数点以下は死者誤入。前にディープは新馬戦が一番重かったんだよと見かけて本当にいいと思って調べたら本当に本当でした。ついでにディープと対戦経験の多い馬も出してみました。一番多いのは同期のアドマイヤジャパンとローゼンクロイツ。
ハーツクライと同級者の誤解でした。どっちも三冠レース解禁してるし、一番同期してるのか。時点が同期のアドマイヤ富士、シックスセンスと、4世代のコスモバルク、デルタブルースの4回でした。3回以下はそれなりにいる感じなので以下略。ちょっとずつ体重増えてくけどずっと軽い側なんじゃなくて、新馬戦の頃よりどんどん減っていくのが特徴的だよな、ビープ。やつれてるとかじゃなくて本当に最適化されてってるんだよな、見た目は。実際空量の自己調節してたのはインタビューで言及されてたりしてるし。三角食べするよにも珍しい三冠馬。デビュー時が一番重いのは確か大和メジャーもなんだよね。な、圧巻の546キロ。共にデビュー戦が一番重いコンビなのにメジャーとディープでなんか受け取られ方違いそう。ハーツくらいが意外と馬体重あったわ。このチンマリボディであの末足を。弟の軽さに対して前傾の態度は新馬戦の時点で488あるでかい馬なんだよな。デビュー戦が一番重いの本当に笑っちまうんだよな。デジタルアーカイブで見れる優秀でも必要なだけ力を出して無駄にエネルギーを使わない。必要なところは出て、必要じゃないところはスッキリしてる理想的な体って池井先生も言ってるのよね。本当に肉体的に完成されてたんだろうな。同期と走ってる間はまあこの中だと一番軽いなぐらいだったのが、2005年有馬で小馬に混ざった瞬間、どう考えても圧倒的に軽いアンケになってるのはラウ一頭だけ3歳なのがまた。サムソンこんな馬体をもしっかりある馬だったのか。総合的に見ても軽いのね。ガチでちっちゃい馬だったからまあバカくなくて金越以外誰も競りで手を挙げなかったわけで。460キロ到達したことないんだな。よく軽い側で一緒に名前が上がるコントやオルフェだってそこは超えてるレースもあるのに。どうレベルで軽いとなるとドリジャー2期くらいになる。ドリジャーは一番重い時が436だったはず。いくら体高はあるって言ってもここまで軽いと絶対常に周りより一回りは小さい印象やろうなって。現役時の体重がどうレベルなのはライスあたりじゃなかったかな。ライスがだいたい同じくらい。ドリジェはさらに軽って感じ。